皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、ルナソル縛り大量レビューということでやっていきたいと思います。スキンケアからベースメイク、ポイントメイクまでたくさんのアイテムを準備してきたので、今日はじゃんじゃんレビューしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、ということでまずですね、レビューしようと思っている商品を並べてみたいと思います。はい、こんな感じで、まあ、出したはいいんですけど、何が何だかわからないと思うので、ちょっと箱も開けてみますね。じゃーん、どうでしょうか。夢って感じですよね。キラキラな感じがルナソルらしいなと思うんですけれども、こちらの商品をバッとレビューしていきたいと思います。まあ、目玉になってるのはこの辺とかですかね。少し前の新作のアイシャドウだったりとか、このファンデーションも新しいものなのでこれもだし、このスキンケア系もオイルは新作でもあり、私も結構使ってみたんですけど、人気の洗顔とかね、この辺りもメインにしつつ紹介していきたいと思います。はい、それではまず下地からいきます。今回2種類使います。フラットスキンプライマー01とウォータリープライマーの01です。はい、出してみました。どちらとも少しベージュのような色がついてますが、サラサラっとしたような、こう潤い感のあるテクスチャーになっています。みずみずしいです。こちらも触り心地、伸ばし心地に関してはすごく両方とも似ていて、伸びがとてもいいですね。まずではフラットスキンプライマーから塗ってみます。ウォータリープライマーも塗っていきます。ウォータリープライマーの方がさらにみずみずしい感覚はあるかもです、塗った時に。はい、こちらフラットスキンプライマー、こっちにウォータリープライマーで塗ってみました。パッと見のカバー感だったりとかはそんなに変わりがなく、同じような仕上がりです。フラットスキンプライマーよりもウォータリープライマーの方が少しツヤ感がしっかり出ます。こちらもツヤはあるんですけど、比べると少し控えめです。フラットスキンプライマーのビフォーアフがこんな感じです。で、塗り心地みずみずしいんですけど、塗り広げた後に少し肌がサラッとツルンとするようなイメージですね。毛穴悩みがある方とかに良さそうな感じがします。ウォータリープライマーのビフォーアフターこんな感じです。多分パッと見はフラットスキンプライマーとそんなに変わらないんですけど、こちらの方が伸び広げた後もしっとり感が残るように思いました。下地でそんなにこってりカバーするみたいなアイテムではないですね。ファンデを重ねてもナチュラルにいてくれそうな、そんなアイテムになってます。じゃあ次ファンデいきますね。はい、それではこちらです。ルナソルのグローイングシームレスバーム EX です。今年発売の新作ファンデです。分類的にはクリームファンデーションになるんですけれども、ルナソルらしいしっとりした水ツヤ肌に仕上げることができるファンデになってます。こんな感じでスパチュラもついてきてます。で、テクスチャーとしてはこんな感じで、伸び広げるとすごく濃密で肌に吸い付いていくような使用感になっています。色を今回3色ですね、手元にあるのでご紹介します。 SO01、CO01、CO02 番です。 SO タイプは多分ちょっとピンク系で、 OC は若干イエローっぽいんですけど、1と2でもだいぶ色の濃さが違っています。ちなみにフェイスラインにも塗ってみましたが、私 OC01 が良さそうですね。これだと少し明るい感じがするかな。で、まだ他にも全然カラー展開あるので、よかったらホームページとかね、店頭でチェックしてみてください。今回は OC01 を使っていきます。では早速塗っていくんですけど、後でこちら側に違うファンデ使うので比較したいから、下地はウォータリープライマーの方にこちらも合わせました。では塗っていきます。やっぱすごいね、濃密な塗り心地をしています。なんかリキッドとかとはまた少し違うようなしっとりしたテクスチャーです。で、塗るときは基本的には指がおすすめです。で、まあ見ての通りなんですけど、結構カバー力が高いんですよ。わかりますかね。ちょっと全体塗ったらまたお見せしますね。で、指で塗ってすごい綺麗なんですけど、ちょっと小鼻のあたりとかそんなにツヤ感いらないなっていうところは、こういうスポンジでなじませるのがおすすめです。けど頬とかはツヤがあった方が綺麗だなって思う場所は、指でやった方がそのツヤがすごく生きてきます。はい、こっちだけ今塗れたんですけど、綺麗じゃないですか。毛穴とかもすごくカバーしてくれます。
でビフォーアフターで見るとこんな感じです。まあ、下地の状態とファンデありのバージョンですね。毛穴とか色ムラカバーしてくれるんですけど、みずみずしいツヤ感も演出できるので、そんなにこう化粧っぽさみたいなのはなく、自然な仕上がりになってます。乾燥する季節に使えるファンデーションが欲しいとか、ツヤが好きっていう方にすごくおすすめのファンデーションになってます。でもせっかくね縛りなので、反対側はこちらライトスプレッドクリーミーリクイド使っていきたいと思います。はい、リキッドファンデなので、こちらの方がスルスル伸びる感じはありますかね。伸ばしてる時もちょっとサラッとするような、バームの方がしっとりした感じがあります。こちらの方がより薄く広がっていく感じ、全然もう別物のファンデーションと感じるんですけど、仕上がりはどうかな。ちょっと塗っていきますね。ビフォーアフター見ていくとこんな感じです。こちらの方も結構カバー力高いです。しっかり毛穴や赤みもカバーしてくれたように思います。肌表面をスルッと伸びるような感覚があるので、馴染ませやすさだったりとか、こう扱いやすさみたいなのはすごく感じました。一応ですね、公式サイトのファンデーションマップを見ると、バームの方がちょっとカバー力高い方にあるんですけど、塗ってみた感じそんなにすごく変わるってわけではなく、まあでもちょっとこっちのバームの方が毛穴だったりとかも目立ちにくいかなって思うけど、でもそんなに言われないとわからないくらい両方ともしっかりカバー力があります。バームの方が少しこうしっとり感のあるようなツヤが出ますね。こちらの方がなんか光をちょっとこう反射する感じのツヤに思います。多分でも一番の違いで言うと、バームとまあリキッドなので塗り心地だったりとかが多分違うから、そこの部分で使いやすい方だったり、お好みという季節とかで使い分けてもらうのが良さそうです。そしたら次、こちらグローイングトリートメントリクイド1番使っていきます。部分用のファンデーションみたいな感覚で使えるんですけど、今回この1番っていうちょっとピンク系を選んでいて、目元とかに使うとすごいなんかパッと明るくなっていいかなと思って選びました。でクマっていうとオレンジの印象あるかもなんですけど、私結構ピンクがね肌に合うなと思ってて、こんな感じで使って、ですごくねテクスチャーも伸びがいいので、目元にちゃんとフィットしてくれそうです。やっぱ動くんでね、目元ってフィット感のあるものの方が時間が経った時に綺麗なまま保ってくれそうですよね。はい、塗ってみました。こういう目立つクマを隠すっていうよりは、この辺全体をパッと明るく見せてくれるような、そんな仕上がりです。私めちゃめちゃ好きかも、この感じ。塗った感とかそういうのが嫌だけど、ファンデだとちょっと物足りないなみたいなって思うことがある方にすごく良さそうに思います。でもやっぱりね、カバーしたいものがもう少しある場合にと思って、シームレスコンシーリングコンパクト、あの固形のコンシーラーのようなものなんですけど、こんな感じになっていて、ちょっと濃いオレンジっぽい色と明るいベージュっぽい色、2色になってるんですけど、これちょっと赤みだったりとか気になる箇所に使ってみます。まず赤みに行きますね。こっちのクマだけ目立つのでちょっと塗ってみたのと、こっちの小鼻のとこに使いました。結構小鼻の赤み感はこっちカバーできてると思います。こっちがまだです。はい、ではこっちも小鼻やったので、このエアリールーセントパウダーっていうフェイスパウダーを使って次の工程に行きます。はい、それでは次、ルナソルといえばもうこれですよね。もう美しすぎます、アイカラーレーション。今手に持っているものが16番17番で、それぞれ新作のアイテムです。私の動画でも別のカラーは何度か取り上げてるんですけど、きらめきのあるこのラメ質感だったり、プラスしてマット質感も入っていたり、鮮やかでありながらもこういった深みのあるカラーが入っていたりと、本当にいろんな楽しみ方ができるアイシャドウです。今回は今まで動画で出したことのなかった色を紹介していこうと思ってるんですけど、どのパレットも共通して言えることとしては、ちょっとこんな感じで個性的でありながらも、ちゃんとこの上品な感じを忘れないパレットになっていて、大人でもこのカラーメイクっていうものに挑戦しやすいし、遊び心のあるメイクをすることができます。で特にこの16と17、このパレットがそれぞれ左下と右上に天然石のニュアンスが込められた配色になっていて超綺麗です。まず16番、さっき言ってた天然石のところがこれなんですけど、こういう風だとちょっとピンクブラウンっぽくも見えるのに、角度をつけると少しグリーンっぽさもあるような、とにかくこのきらめき感が美しいパレットです。でオレンジっぽい色もあれば、パープルっぽさのあるブラウンもあって、秋っぽさのある深みが感じられるパレットになっています。で17番に関してはここが天然石のニュアンス込められていて、全体的にちょっとスモーキーさのある配色なんです。
なんですけど、実際見てみるとこんな感じです。この色すごい綺麗ですよね。このラメ質感はすごく華やかなんですけど、色自体はちょっと渋さのある感じになっているので、そこのこう対比がまた目に塗った時に多分すごく映えるんじゃないかなと思っています。こっちも綺麗だけどここもすごい綺麗です。で、使用する前にこちらのアイメイクアップベースですね、これを使っていきます。色素沈着だったりとかをパッと明るく見せてくれるので、アイシャドウの色すごい分かりやすくなると思います。今こちらだけ塗ったんですけど、ちょっと分かりますかね、明るくなってます。ではまず右上のオレンジ色、まぶた全体に塗っていきます。とっても発色がいいけど、まぶたにこう綺麗に広がっていくような馴染み方をしてくれます。境目を左上のベージュっぽい色で少し馴染ませておきます。で、下まぶたもオレンジ色でいきます。で、右下のちょっと濃いカラーで先に際に引いていきます。そしたら左下のカラーでこのまた境目をねちょっと撫でるように色を入れていきます。意外とそんなにめっちゃ色って強くないから、しっかり重ねちゃっても可愛いかも。この中央あたりにも少しだけ入れたい。で、オレンジが欲しいとこに少しだけオレンジさらに上から足して、はい、どうでしょうか。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。で、私仕上がりにも驚いたんですけど、このカラー結構ねサラサラしたものの上に塗ると飛びやすいって思ってたんですけど、全然大丈夫でしたね。離れるとこんな感じです。オレンジのニュアンスがしっかり分かりつつも、この締めで引いた色の深みもちゃんと出るし、宝石ニュアンスのラメが綺麗すぎて、で、色もそんな強くないんですけど、やっぱりオレンジの上にかぶさってるから、オレンジもなんかただものじゃない感じのオレンジを出すことができます。めちゃ大人なんだけどおしゃれな感じになりますね。なんかテラコッタメイクとはまた違うのに、こうフレッシュすぎないオレンジになってすごくいいです。で、もう一個17番も使っていきます。まず左下のベージュカラー全体に塗っていきます。で、右下のカラーをまた同じようにちょっとこう締め色っぽく入れてみます。色としては割とダークな感じなんですけど、透け感があるのでそんなになんか締まりすぎずきつくなくていいです。うん、なんかふわってした締め感ですね。かわいい。そこに宝石の右上の部分を重ねていきます。うわ、見えました、見えましたが、今ちょっとめちゃ綺麗だったんだけどボケちゃってたかな。きます、こんな感じで。はい、渋いけどキラキラっていうそのギャップがたまりませんね。で、上の2つをちょっと混ぜて下まぶたに入れてみます。はい、こんな感じです。可愛いっていうか綺麗、美って感じがしませんか。パレット上で見ると割とスモーキー感が強いなって思ったんですけど、実際仕上がってみると確かになんかこうキリッとしたすっきりした目元の仕上がりなんですけど、それがゆえにこの今回のなんか良さでもある質感の綺麗さ、きらめきだったりとかラメの綺麗さがすごく分かりやすいなと思いました。改めて両目並べるとこんな感じで、全然ね雰囲気違う仕上がりになってると思います。はい、離れてみるとこんな感じです。ルナソルのアイシャドウは本当にこのラメとかがめっちゃ綺麗なので、ぜひ一度なんか体験してみてほしいなと思います。では次、ここからは前からあるカラーなんですけど、私が紹介してこなかったこの2番とかそのあたりを仕上がりご紹介します。まず1番トワイライトスカイ、2番のディープローズクォーツです。手に出してみるとこんな感じで、割と見たままの水色感だったりとかではあるんですけど、この色とか意外とピンクっぽくて、3つには調和があってポイントで
目立つようなカラーになってます。ホームページの塗り方でやったんですけど、こんな感じです。水色は実は目頭にちょっとだけ入っています。その水色も可愛いけど、その他の色すごい可愛いですよね。16番とかと比べると、同じオレンジ系でもこっちの方がこう明るくてフレッシュな印象があります。でちょっと赤っぽいですかね。そしてこちらが2番、ディープローズクォーツ。ピンク系に見えるんですけど、ピンクとちょっとラベンダーっぽいような明るめのカラーになってます。めっちゃ上品です。こことかがね、少しパープル味あるの伝わりますかね。で塗ってみるとこんな感じです。私が使うとちょっとラベンダーっぽさが出るなと思いました。大人っぽくってさりげないピンク感なので、オフィスとかでも使いやすいんじゃないかなと思います。ちなみにさっきのこちら側は引きで見るとこんな感じです。結構オレンジっぽさしっかり出てるパレットになってますね。はい、3番のバタフライウィングです。2番と比べるとさらに紫っぽくって、色としてもちょっと華やかに見えます。スウォッチで見比べてもこんな感じです。かなりこちらがナチュラルっぽい感じに見えますよね。でここのパープルラメがもう本当に綺麗って思うような発色をしてくれるので、塗った瞬間にすごい楽しかったです。はい、仕上がるとこんな感じになってます。でこちらの2番とこういう風に並べると、やっぱりかなりカラーメイクっぽさが出てきます。系統としてちょっと似てるかなと思ったんですけど、雰囲気はねだいぶ変わります。少し引きで見るとこんな感じです。オフの日とか遊びに行く時とかね、なんかちょっとこう華やかさ出したい時にすごく映えそうだなと思いました。でアイシャドウ、実はこの単色のものもあるので紹介していきます。1色ずつ選んだんですけど、グラムウィンク01番とグラムウィンクフロストの02番です。これ自体がオイルベースの単色アイシャドウみたいなんですけど、こちらのフロストの方はマットタイプらしいです。触った感じはクリームシャドウっぽいようなしっとりした触り心地です。マットの方もしっとりはしているんですけど、なんか伸び広げた最後がペタッとする感じかなり少ないかも。こちらの方が湿度を感じる。見え方としてもこちらのツヤの方はラメが入っていて、ちょっと光に当たると光沢感があって、フロストの方はやっぱりそこもねツヤだったりとか、なんかキラッとする感じはないものになっています。ちょっと塗っていきます。まずはオレンジ色の方。あ、すごい結構しっとり、なんかクリームでもあるけどちょっとバームみたいな塗り心地です。こちらはマットの方を使います。あ、すごい自然な影みたいになってくれて、しっとり感がほどほどなのもすごくいいかも。はい、両目とも塗れました。こちらは下まぶたにも塗ってるんですけど、こっちは上だけにしてみました。単色仕上げなんですけど、すごいなんか奥行き感も出るし、やっぱりパウダーとは違うような、ちょっとこう濡れたようなツヤが出るなと思います。でこちらの方がしっとり感はちょっと控えめになってるので、やっぱり単純に使いやすいなと思ったし、この色に限ってはメイクした感なく目元をこうブワッと大きく見せてくれるので、なんかいろんな仕込みとかでも活躍しそうな気がします。離れても意外とこっちとかも塗っているの分かりますよね。派手とかなんか強い感じではないんですけど。でアイシャドウは以上なんですけど、次の工程に行く前に16番に変えていきたいと思います。でアイラインはこちらシークレットシェイパー4アイズの4番、オリーブブラウンを使っていくんですけど、これ細くてすっごい描きやすかったです。ちょっと色がこんな感じで少しオリーブ感があります。でも落ち着いたカラーなので、目元に使うとそんなにカラーっぽさは出ないです。すごい馴染みます。目尻に出していきます。細くて描きやすいのもあるんですけど、芯が柔らかいのでスルスル描けます。でオリーブ系ってね、オレンジと合うなと思うので、このアイシャドウともすごい合いますね。最近ね、ほんとアイラインとか割と全部じゃなくてもこういう目尻とか引くのが多いですね。前なんか何もしない時もあったんですけど、最近は結構ちゃんとやってます。はい、こんな感じ。ちょっとだけこう目幅をね拡張できて、デカ目効果があります。はい、そしてマスカラ、今回2種類使おうと思ってます。フェザリーラッシュマスカラとフラッタリングパワーアイラッシュ。ブラシの形状結構違っていて、フェザリーラッシュの方がこのカーブしてる感じで、フラッタリングの方がストレートで少し細い感じのブラシになってます。ちょっと使っていきますね。わ、綺麗。もう一個の方も、こちらの方がぐわっと塗りやすい感じはあります。めちゃめちゃ目幅にフィットするかも。こんな感じ。結
構違いますね。まずどちらもすごく綺麗でダマになりにくいんですけど、フェザリーラッシュマスカラの方が軽い感じ、それこそ羽みたいに一本一本にマスカラ液がついてふわっとした感じのまつげに見えます。まつげもちょっと増えたように見えるなと思ってて、こっちのフラッタリングの方はもう少し繊細な感じの仕上がりになります。なんか束感を出すとかではないんですけど、もう少しまつげをなんかくっきり見せてくれるような印象です。でもどちらとも目力は結構しっかり強調されるし、いい意味でそんなにボリュームって感じじゃないので、私の好みとしてはすごいドンピシャでした。なんか繊細なまつげメイクが好きな方にはすごく合うと思います。で両方ともねお湯落ちなので結構すごいですよね。で眉毛行きたいんですけど、実はですね今日あのアイシャドウの紹介結構長かったので事前にちょっとだけ書いてたんですよ。こちらスタイリングアイゾーンコンパクトっていうアイブロウパウダーを使って書いてました。付属してるブラシはこんな感じです。結構あのスクリューブラシ付きのアイブロウパウダーって珍しいですよね。でブラウンなんですけど5色も入ってるので、これのいいところとしてはあの眉毛って眉尻の方が色が濃くて眉頭の方がちょっと色が薄いっていうグラデーションになるとすごく自然に見えるんですけど、一色だけでそれを作り上げるのってやっぱ結構難しくて、ただこれを使えばもう色がこんだけ細かく分かれてるから自然な眉毛を作り出すことができます。ちなみにこれアイシャドウにも使えるしアイライナーとしても使えるものです。とあと過去のね動画でも使ってたので、よかったらそっちも見ていただくとより分かりやすくて、今日はこれも使います。アイブロウペンシルなんですけど、ルナソル実は2種類あって、このケースは空で売ってて、こっちのここを詰め替えできるんですよ。なんでそう別売り式なんですけど、反対はこれが付いてます。で2種類あるって言ったのがこの平たい方とあの細い方で分かれています。こっちの平たい方が1番、細い方が2番を選んでみました。ちょっと2番の方が赤みっぽくて明るいですね。こちらの方が自眉とも馴染みそうな暗めのブラウンかな。ではまず平たい方の1番から使っていきます。芯はちょっと実は固めだなと思ったんですけど、眉に使うとすごいちょうどよく描けます。色がのりすぎることもなくナチュラルをキープしたまま描けます。描きやすいです。で面積が広いのでクワッとね一気に眉メイク仕上げたい時にすごく使えそうです。で細いとこ描きにくいかなと思いきや、これこういう風に立てて描くと眉尻の方まで全然いけるので自由自在です。ちょっとじゃあ丸い細い方を使って描いていきます。なんか一箇所だけどうしても毛が生えにくい場所があったりとか、眉下の部分のラインを繊細にこう描き足して微調整したりとか、そういう用途だったらやっぱりこっちの細い方がやりやすいはやりやすいですね。けどいっぱい描かなきゃいけないから時短って意味だとさっきのやつの方がいいし、どっちもどっちの良さがあります。ちょっとパウダーでも補正していきます。この辺の濃い色を使って眉尻にもう少し色を足していきます。ではアイブロウマスカラの2番も塗っていきます。はい、こんな感じです。あ、ついでにちょっとノーズシャドウとかもやりました。あのペンシルが平たい方か丸い方かどっちを選ぶかによって眉の仕上がり自体が変わるっていうのではなく、一番大きく変わるところとしてはやっぱりその描きやすさの部分ですね。細かい作業したかったらあの細くて丸い方だし、一気に描きたかったら平たくて太い方なのが私的にはおすすめです。やっぱねパウダーがあった方が最後整いやすいなっていうのは思いました。チークはこのちょっとピンク系を使っていきます。これ私全色使ったことあるんですけど、どの色もすごい可愛いです。3のベージュっぽいのを一番よく普段のメイクでは使ってますね。ちょっとあのキラッとしてて肌ツヤっぽく見えます。ちょっとでも薄付きなホワンって感じにしたいですね。どうでしょうか、ちょっとだけピンクいの分かりますかね。カメラだとちょっと分かりにくいかもなんですけど、肉眼だとすごいいい感じの血色感が出てます。でもちょっと透明感出てる気がする。でリップも過去に紹介してきてるんですけど、一度も取り上げたことのない色を今回選んでみました。シームレスマットリップスの4と10です。結構しっかりオレンジとちょっとこうレッドブラウンのようなカラーを選んでみました。こんな感じであのマットリップってついてるんですけど、結構しっとり感があるので乾燥してても使いやすいなと思います。4と10両方塗ってみます。本当にちゃんとね程よく湿度感のある仕上がりと塗り心地です。
まず4番こんな感じです。意外と塗ってみると柔らかいオレンジにも見えませんか。もっとパッキッとしたザ・オレンジかなと思いきや、雰囲気に溶け込みやすいオレンジにも思いました。ここがピンク系だから合うんですかね。はい、10番塗ってみました。どうでしょうか。赤が少し強い感じの、でもブラウンっぽさもあるようなカラーをしています。今日のメイクだと私はさっきのオレンジの方が合うと思ったんですけど、皆さんはどう思いますか。これどうなんだろう、感覚がね皆さんと合ってるか不安だけど、でもこっちもすごい合うけど今日だったらこっちかな。ちょっと変えていいですか。どうなんでしょうね。ルナソルらしいっていうとさっきの10番だったかもしれないんですけど、まあこれでいきたいと思います。で最後にスキンケアを紹介したいのでちょっと移動します。まずこちらテンダーハグバームオイルクレンジングです。これはですね、商品説明をね事前にルナソルさんから受けているんですけど、クレンジングオイルに美容成分を入れたではなく、オイル美容液発想のクレンジングになってます。でホームページの商品説明のところにもオイル美容液に包まれたようなしっとりと柔らかな肌に洗い上げますっていう風に書いてあります。でクレンジングオイルではあるんですけど、バームを溶かし込んでいて、とろみと厚みのある触り心地になってます。摩擦も比較的気になりにくいです。ちょっと後でお見せしていきますね。でダブルクレンジングに関してなんですけど、ルナソルさん的には推奨ではあるんですが、例えばしっとりした状態でメイク落としだったり洗顔全ての工程を終えたいっていう方であれば、これで終わってしまっても問題はないそうです。私はでも洗顔併用で使ってましたね。でそのどこまでのメイクが落とせるのかっていうのもルナソルさんに確認したんですけど、あのウォータープルーフのマスカラとかも落とすことはできるそうです。ただ例えば早くメイク落とししたいとか、よりすっきり落としたいっていうことであれば、リムーバー別で使うのもおすすめですっていうふうにおっしゃってました。これまずちょっと振ってから使うのと、あと乾いた手と顔に使用します。ちょっと出してみるとこんな感じになっています。トロトロなの分かりますかね。トロトロっとしてます。早速使っていくんですけど、まずですね、香りがめちゃめちゃいい匂いなんですよ。香料の一部に天然精油を使用していて、ちょっとアロマのようなそんな香りがします。すごくこうクレンジングがリラックスタイムになるようないい香りになっています。ちょっとアイメイクとかも落としていきますね。すごい優しい力でやっていきます。はい、洗い上がりました。こんな感じでございます。そしたらこのままスムージングジェルウォッシュです。ルナソルのスキンケアだとこれ知ってるっていう方が多いかもですね。結構看板商品なイメージがあります。まあ、一言で言うと泡立てないタイプのジェル洗顔なんですけど、毛穴ケアしたいとか角栓ケアしたいとか、あと古い角質によるくすみ気になってるっていう方とかにおすすめのアイテムです。で角栓を崩すように落としてくれるっていうものになってます。ホームページによると潤いを感じる爽やかな洗い上がりっていうことなんですけど、ちょっと出してみるとこんな感じでかなり厚みのあるジェルになってます。あんまりこう今こすっているのも手と手の甲が触れ合ってる感覚もないくらいしっかりね厚みがあります。毎日使えるんですよこれで。濡れた手と顔に使うので手を濡らして使っていきます。ほんとこのままジェルをのせていって、優しくこう撫でる感じで使っています。さっきのオイルとはまた違うような感じの香りがこれはついていますね。お風呂上がりっぽい感じの香りな気がする。でこういう感じで全体になじませたらこれ洗っていきます。はい、洗顔も終わりましたね。こんな感じでございます。ではさっきの場所に戻りたいと思います。はい、ということで全て紹介し終わりました。いかがでしたでしょうか。ルナソルの商品は過去何度か動画で紹介しているので、そちらも見ていただくと、まあ、全商品ではないんですけど、さすがにそれに近いくらいのレビューが見られるかなと思うので、ぜひそちらもチェックしてみてください。あとですね、ルナソル実は Amazon でも取り扱いがあって、今回その URL を概要欄にも貼っておいたのでチェックいただけると嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。